おはようございます。はい、やってまいりました。今日のワンコンティニューです。はい、今日のゲームはこちらです。アクトレーザーエニックス。はい、1990年12月16日発売とのゲームですよということですね。はい、順番が逆だった。毎日更新でお届けをお送りしております。今日のワンコンティニューです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、こちらですね。はい、これか。こういうカセットですね。はい。まあ、みんな大好きなゲームですよね。クインテッドの作品で、小城雄三さんが音楽を手掛けたというお話はよく聞きはしますけど、このゲームがどういうゲームか、私はちゃんとは知らないですね。はい。なんか街作って敵倒して、ボス倒して、わーのゲームですよね。なんか神様視点で、なんか、下界をどうにかしようぜゲームっていう噂はよく、見はするんですけど、自分でやったことはないですね。で、去年、一昨年、3年前、わかんないけど、いつだったか、任天堂スイッチでリメイクもされたとのことでですね、それの、元の作品というか、になります。じゃあ、今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまで、どんな感じのゲームでしょうかとか、紹介したり、体験したりという感じでやっております。よろしくお願いします。まあ、時計も進めつつやっていきましょう。ゲームオーバーっていうものがそもそもあるのかどうかもわからんから、ちょっと、なさそう、ゲームオーバーしなさそうだなと思ったら、ある程度のところで区切ろうかな。よろしくお願いします。起動したこともどういうオープニング画面かもわかんない。スーファミ？お、なんかパパパパ言うとるよ。パパパパ言うとるよ。あ、このアクトレ、スーパーファミコンのグラフィックのこの回転やら変形やらを自在によく使うぞ。よく使う。コピーライト、1990クインテッドエニックス。まあだからエニックス発売で、チューンソフトが、まあ、ドラクエとかを作ってて、クインテッドがこういうアクトレーザーエラー、天地創造、ガイア幻想機、他なんかあったっけ、ソウルブレーダーなどなどを作ってるみたいな感じですよね。他にもなんか部門とは違うか、なんかあるのかな、その開発会社が。さあ、デモ画面的なものは始まるでしょうか。まあなさそうなのでスタートをしましょうかね。もうちょっと待てばあるかな。あ、なんかBGM の感じが変わった。アクトレーザーっていう言葉自体がもともとある言葉なのか、この造語なのか。あ、一周したっぽいね。スタートボタン。さあ、何が始まるんです？これから神様の名前を決めていただきます。うわ、出た。はあ、ははあ、B ボタンか。B ボタンが決定、Y ボタンがキャンセルです。なんでそんなことするの？終わったら、スタートをしてください。へえ。しゃあないな。いつもここ名前を決めさせること自体はちょっと苦手行為だけど、まあ今パッて思いついたのはこれですかね。お目覚めになりましたが、お急ぎさま。やかましいわ。余計なお世話。こういうの楽しみゲームでしょ、これって。なんて？僕は力を失ったお一人様のお手伝いをさせていただくことになったエンジェルです。ああ、っていうことは、なんだろう、パートナーがいる人は、あれなんですね。いや、このエンジェルは見えないんですね。うるせえな。地上は魔物だけがはびこる荒廃した土地となってます。そんなことになったの？なんでそんなことになるの？これもお一人様の力を封じ込めた魔王、サタンの仕業と言いましょう。つまりどういうことだ？一人でいるやつは死んでしまえみたいな、悪いやつやな、恐ろしいサタンやな。もうあんま名前連呼するのやめてくれ、めんどくさいから。元の力を取り戻すには人間たちの信仰心が必要となるんですが、はあ、でもそれだと人間が発展しない気がするんですけど、まあいいや。人間を住まわせる土地を作るため、地上へ魔物と戦いに赴きましょう。はい、とりあえず魔物をぶっ飛ばせばいいんだな。何するの？天空を移動、人々を見る。はあ、はあ、戦闘、あ、待て、戦闘、戦う、選ぶ、な、状態、は、その他、記録、文字の速さ、は、人々を見る、わい、本当に人はいませんよ。Y ボタンで決定。あ、これ天空上的なことなのね。まあ、でもこの画面なんか見たことはあるな。うん、この画面なんか見たことあるな。とても面白くておすすめですよっていうのはよく聞くものの、自分でやったことはないんですよね。じゃあこのフィルムは何？あ、 A ボタンを押して、 A ボタンが
ロング、Y ボタン、X ボタンがズームですね。なるほど。魔物と戦う魔法を選ぶ。状態、神の状態。Y ボタン決定めんどくさいな。何？街の状態。街がないんでしょ、だから今。だから魔物と戦うを選べばいいのかな？魔法を選ぶ。魔法は？あ、Y ボタン、え？Y ボタンがキャンセル。B ボタンが決定か。魔法は何も持ってませんよ。うん。これが初期ステータスらしいです。じゃあ魔物を戦うと、ここの魔物を倒せば地上で人間が生活を始めますよ。準備はいいですか？はい。どうかお気をつけて。B ボタン決定がちょっときついな。あ、拡大縮小回転を多分に使用しております。でん。何をすればいいんですか？アクト1。そう、この構え。あ、喋る。えい。あ。え。ちょっと待って。ゴリラ。あ、ちょ待って、リバラ。ほほう、地形ダメージがあるんですね。大丈夫でしょう。いや、危ない。残機なしだったらどうしてくれようかと思って今。しかしこれ回復はどうすればいいんだろうな。ちょ、下段。魔物を倒せつったってな。届かない。なんかロープウェイがあるんですけど。こうか。で、こうか。こうか。あいった、危ない。なんかあるよ。なんかあるよ。痛い痛い痛い。なんかあるけど届かないですね。届かない。実務に届かない。この姿は神様なのか、神様がなんか神の使いのなんかやつなのか。回復ってどうなるんだろうな。ロープウェイがたくさんあるけど、で、あと一発買ったらどうやらこれ死にますね。熱いよ。残機はあと1あるってことでいいんですか、これもしかして。そしてこっからですか。これはまずいですね。ほんといつも言うことですけど、キャラクターを成長させたりしてさ、攻撃手段とか、まあ防御手段とか能力がステータスが上がっていくタイプのゲームってやっぱり最初が一番きついよね。あ、間違えた。あ、だからこのトゲをかわせないからそこのループウェイ使えててんのか。熱い。そう、届かない。とう。ジャンプにもちょっと結構癖がありますね。あれ届かないよな。これ降りたらもう届かないのか。痛い。はい。はい。
でこっちから逆に戻ると、あーあれ、ふう、一応スクロールで敵が湧かないのはいいですね。また優しさを感じられる。1アップしました。1アップしたところで感があるんだけど、今もしかしたら回復の方がありがたかった気がする。あ、でもなんかあるんだ。あ、回復じゃない、リンゴを食べて回復。やん、なんかあるな下に。じゃ、おお、乗れってことか。で、ん、あ、なんかあった。点数、これは帰り道に死ぬしかないですね。ああ、危ない、手にの、あ、そういうこと、親切、危なかったな。今玉砕覚悟で飛び込んだら危ないよ。どっからよ、あと一機あるでしょ。ああ、どこどこどうだ、キノピオみたいなやつを倒したとこからか。よかった、中間ステージのあるゲームでよかった。ちょ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 、タイミングわからん、戻ってくれる、回復、ああ、完全回復か。もうちょっと早く欲しかったな。足元とかは見えないのきついね。怖い顔してんな。ここ、あ、なんかエネミーが、エネミーの財布がたくさん書いてあるよ。危ない、痛い、あと1、やられました、残念でしたね。でもお一人様は諦めるということを知らない お方、僕は魔物を倒して戻ってくるお一人様の颯爽とした姿を見るの楽しみにしてますよ。まあ今のじゃあゲームオーバーですね。さよならありがとうございました、とても楽しかったです。まあこれはね、またあの続きを楽しみにしてますっていうコメントがあのいくつか来そうな気もしますので、ちょっとまあ候補の一つには、まあもともと候補の一つには あるんですけどね、これいつかやろうっていうのを忘れてましたねこのゲームまだやってねえじゃんっていうのを忘れてましたね。そんなゲームが今後も多々出てくると思いますのでですね、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、よろしければチャンネル登録高評価などいただければと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました、さようなら。